お、いけた。いい？これで。光が。音をくださいって言われちゃう。これな、聞こえますよね、多分。これで。オンにしてみる。マイクをオンにしてみる。あー。あー。ハモった、ハモった。聞こえた、聞こえた。あ、でも、ハーフも言ってないですね。え？私と。合ってるかな？同じ部屋にいるんだったらコラボじゃなくて。確かに。あ、コラボ。コラボ？え？コラボ配信？コラボ配信？コラボ機能は使わなくていい。あ、そうなんだ。今やってる？今コラボしてる。確かに隣いるのに。確かにそうだよね。これはじゃあどうやって？でもこのままでいいかな。いいですか？でも声がなんか変な感じ。変な感じかな。変な感じ。退出した方がいいですか？すいません。ごめんなさい、2回やめるね。確かに。なんで？過ぎた、ごめんね。1回、どうし、普通に通常ライブを。ちょっと待ってくださいね。やっと。なんか、こっちも。どっちど、どうしたらいいのかな。なんかね。あ、いい感じじゃない？結構。いいんじゃない？イエーイ。すごい、水飛ばしちゃった。恥ずかしい。こんにちは。こんにちは。どうも、じゃあ、いいですかね。はい、では。じゃあ、HKT48 の田中由里です。最上奈々香です。こんにちは。よろしくお願いします。あ、そう、言っちゃった。HKT48 夏のコンサート2023直前コラボリレー配信を、この時間は、さっきも言っちゃったんだけど、田中由里と最上奈々香でお届けします。お願いします。お願いします。ちょっとね、バタバタしちゃったんですけどすいません。これから7月17日に開催の HKT48 夏のコンサート2023に向けての意気込みなどたっぷり話していきたいと思いますので、あとはさらにこのリレー配信の最終ランキング1位のユーザーさんには今回のコンサート T シャツにサインとユーザーネームを入れてプレゼントします。今日書きましたね、サイン。ね、書いたね、書いた書いた。書きましたよ、皆さん。私のルームで、あ、それぞれですね、ルームで見ていただいている方は、うん、そう、私の見てる方は私のサインが当たって、ななかちゃんのルームを見てる方は、ななかちゃんのサインが、T シャツがね、それぞれプレゼントされますので、書いてないか。こちらもね、ま、お楽しみに。楽しみに。終了の5分前だから25分頃に読み上げるので、そのランキングが、反映されますのでね、お願いします。最後のね2分とかに投げてもちょっと違う、ね、ちょっと間に合わなかったりねするからね、ちょっとそこはお気をつけて、気をつけてお願いいたします。はあ、ちょっと何分かわかんないですね、時計がちょっとすいません、きっと多分マネージャーさんが、あ、そうですね、皆さん25分になったら教えてください、お願いします、お願いしますよろしくお願いいたします。はい、お、お、クマわ、ありがとうございます、クマタワーみたいな、みんな新しいの目指す1位でございます、お願いします。皆さんお名前も入りますからね、うん、今日はね何をしてたかと言いますと、マストちょっとお互い言ってしまった、じゃあせーので言いましょう、はい、せーの、リハをしていましたそう、コンサートのリハをね、ちょうどしました、はい、今回のコンサート今日はすごい、うん、すごかった、すごいね、なんだろうな、1日かけてすごいです、最後のなんか、もう決めるみたいな詰める感じで、すごかったです、ね、もう、ね、皆さん本当にお楽しみに次、ね、そう、盛りだくさんのねなってますので、これやります、あ、ね、なんかね、ここにね一つのボールがあるんですよ、まあこれはなんだろうねこれヒントです、ね、ヒントです、ちょっとねさあヒントを、このボールを見てさ、そう思うがままに想像してください見どころはこれです、そう、こちらなんでしょうね、さっきマネージャーさんに渡された、ちょっとネタバレしようか、ちょっとネタバレしようかって言われて置いて、この部屋に置いていかれたものでございます、はい、何でしょうね、何でしょうね、うん、本当にお楽しみにという感じです、そう、本番までお楽しみにでございます
結構やわめですね、はい、当たっても痛くなさそう。うん、なんでしょう本当に、ね、なんでしょう。ぜひね、答え合わせをしに来てください、ね、見に来てください。見てね、あ、このボールはあれだったんだと思ってください。お願いします。お願いいたします。ちなみに青いです。見ればわかるね。失礼失礼失礼しました。サインボール食べるとかってきたんですけど、ちょっとそれは美味しくはないかもしれないかな。ちょっと困っちゃう。卒業生は来るのですか。あ、わあ、いい質問。うん、あ、楽しみにですね。楽しみに当日まで来るよって書けますか。ね、確かに来るよって、行くよって、チケット当たったよって。お、そうだ、さ、もう分かりますもんね。昼夜よ、お、いいです、最高。最高じゃないですか。配信もね、見るよって人ね、ありますね。あ、亀子、亀子さんもね、お、いっぱい撮ってください、ね、たくさんお願いします。ボールはここに渡されたのは一つです。一つです。じゃあここに置いとこうか。今日一緒に配信を、うん、席の発表は、そっか、まだかこれからなんですね、お席、座席は。そっか、ドキドキ。うわ、え、だってあともう1週間切りましたよね。切ってるもんね。早いよ。早早でございます。もうそろそろうちは来る。あ、コンサート、お、そっか、おー、推しメングッズです。推しメングッズじゃなくて、あのコンサートのあのなんかいろんな表情したやつ。あー、にっこりやってるやつ。そうそうそう、笑ってるやつですね。結構賑やかな背景。あれか。ぜひ振り回してください。ツボ。お願いします。あ、出るし。そう、ななかちゃんとの関係性。関係性と言いますと。そう、ああね、そんなにね、そう。あんまりチームも違うから、うん、あんまりたくさん話す期間がないです、ね。いぶきを、なんかいぶきと一緒にいるときに一緒に話すとかはね、確かにさっきもずっと楽屋で話してました。次がね、いぶきもだから、うん、9時半からねねさんといぶきさん。そうそうそう、だからこんなに2人っきりで話すのは今回がその初めてだから、うん、ね、もう皆さん初めては見てますよ、ね、ラッキーですね。ラッキー超ラッキーじゃん。いぶきが通訳的なさ。でもね、一緒によくね話してます、うん、そう、今度目撃者お邪魔するので。あ、そうです、よろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。私もいつかここでお邪魔させて、お待ちしておりますので、ね、楽しみですよ、ね、そう、これを機に、そうです、距離をね、チームやられたら、はい、いっぱい公園にもね、うん、一緒に、うん、え、カレンレンが見てる。え、あ、ねねね、そう、あのねねねさんに今日、あ、これでも飲みかけとか、飲みかけからね、美味しいのはあれなんですけど、もうね、だいぶ飲んじゃってますからね、スタバをね、なんとサプライズで、ね、いただきました。そうしていただきました。優しいねねねです。本当に女神様でございました。頑張れますということで。ね、あ、これ詳しく言います。あ、そうです、ね、今回のコンサート、うん、あ、じゃあ次は失礼いたします、はい、お願いしますね。2023年7月17日月曜日祝日、会場は福岡サンパレスホテル&ホールで、昼公演が HKT48 夏のコンサート2023君といる夏が好き、キャー、12時開演、あ、違う、お、10時会場、うんうんうん、開演は11時からです。おー、なんかいつも12時のイメージですね。早いですね、今回は。間違いなく皆さん12時に行ってね、早起きしてください。1時間早い、あれ、もうあれ、アンコールかもしれない。それだけは皆さん気をつけてください。気をつけてください。11時ですね、ね、11時お願いします。で、夜公演は葵さんの卒業コンサートになります、うん、5時半会場の開演、6時半です。お、皆さん忘れなく来てください。忘れなく、お時間も間違えなくね、絶対に間違えないでください。本当に、あ、なんか、あれ、すごい音が聞こえるとかだったらね、盛り上がってるの、切ない気持ちになっちゃうからね。そうです、本当に間違いなく一曲も聞き逃さずね、来てほしいですね、楽しんでください、
ぜひお待ちしております。お待ちしてます。配信でもあるので、ね、ぜひ配信でもね見てください ね、 そう、あれ11時に起きたよとかね、う11時半に起きたよとか、あ、気をつけて、ね、大変だから皆さん本当に寝坊だけは、うん、ね、そう、お寝坊しちゃダメよ楽しみ、ね、楽しみだね。今回全くなんかいつものコンサートとまた全然違う気がします ね、 ね、全然なんかなんだろうね、なんかあんまちょっとあんま言ったら、ね、そう、なんかポロって言っちゃいそうだから、そう本当に危険なんですけど、うん、でもなんか今までない、うん、あ、みたいなこんなことするんだっていうのが盛りだくさんだから本当に結構楽しみに、新しい HKT のコンサートの形がね見れちゃう、はい、ところもあったりしちゃうので、しちゃったりちゃったりちゃったりしちゃったりするので皆さんぜひ来てください。お待ちしてます。1曲目何ですか？1曲目1曲目はでもやめとこう、なんか怖いから、うん、ね、怖い怖い、なんかポロって言っちゃう、うん、でもなんか配信とかしてると口ずさんじゃいません、ね、なんかリハ期間とか特に危ないんですよね、それ、あ、やばいドキドキしちゃう、なっちゃう、危ない。あ、そう、1曲目オーバーちゃん、そう、そう正解です、大正解それだけは変わらずですね、うん、きっと大正、もしかしたら違う、わかんないですよ、ね、もしかしたらね、違うかも、チェイサーから流れちゃうかもしれない、もう終わっちゃう、わかんないですよ、わかんないからね、楽しみにです、楽しみに来てください。あ、質問タイムいきます。お、確かに、何か何分だろう今ね、今何分だろうね教えてください、あの体内の時計がないもんでね、今16分ぐらいの気がする。あ、すごっ、すごい、すごい、天才じゃん、天才だ、天才だ、やば、体感すごっ、完璧、1分違い、じゃあそろそろ質問いきますかね、質問なんかあるかな、質問なんでも、まあ、2人に関することでも、うん、コンサートに関する質問タイムしますので、うん、ぜひ一個ずついきますか、ね、質問ポリス、質問ください、質問、ね、2人のコンビ名は、ね、なーかりおりおりなーかなんかなんだろう、すごい、なんかここまで名前ね、名前なーな難しい、えもがきゅう、そこもがいおにしてくれ、いおにしてほしいな共通点、共通点、ああ、でも私もきゅうりめっちゃ好きです、えきゅうりずとかでいいんじゃないですかいいな、きゅうりず、いいの、そんなきゅうりずでいいの、私はすごい言ってるけどさS つけちゃったりしちゃってもいいかもしれない。いるからね。イオ7確かに、うん、シンプルに7イオ。うんうんうん。モロキューみたいな。7キュー。美味しいじゃない？美味しい美味しいよ。キューカンパーズ。キューカン。キューカンパーズ。キュー、うん？キューカンバーがキュウリだ。ああ、ね、ああバーズ。なるほど。キュウリの池。キュウリ姉妹ってこと？あ、でもそしたらお姉さん？嘘でしょ？でもそう、1個だ、1個だ、年齢で言うと、うん、そう、年齢で言うとそうなんですよね。え、確かにどっちが姉説はあります、ね、どっちが、あ、79、確かに、あー、すごいね、79あり、ね、あ、いいね、シンプルね、やっぱシンプルイズザベストみたいな、ね、うん、ありますね、ありますのでね2人コンサートで2人参加のユニット曲ある、ありますよね、ありますかもかもかもしれない、うん、よわぁ秘密ですけどね、うん、ある、あったり、あったり、なんかなかったり、あらららどっちでしょ本当にお楽しみにですリハの裏話、裏話、裏話、
話難しいな、うん、なんか言ってしまうとなんかね、うん、もう危ないになったらね怖い。でもこの前そうリハの合間になんか時間がだいぶ空いててそうたまたまいたそうひじりとだなかちゃんといぶきと4人で、うんうん、あのマークあーそれだそれだご飯をね食べに行ったんですよ、うん、そういえば、うん、美味しかったですね。確かに行ったな。今日のリハの、うん、あの差し入れ、うん、みたいなのはメロンパンアイスでした。そうなんか美味しかった。メロンパンにアイスですか、ね、アイスあ生クリームアイスみたいな、ね、なんかめっちゃ美味しいやつ。そうそうそう食べてないんですけどそれがありました、ね、美味しかった。美味しそうだった。お 1,2,3,4,5,6,7 ちゃん8、キュウリつながりました。8月生まれってことかなあれつながっちゃった。あーそういうことか。すごい9の9。そうあすごい天才だね。すごいみんななんか天才ね。考えるの上手だね。多分私たちが普通に考えるみんなが考えた方がお上手なことですね。1221日目ですか今日、はい、もうすごいありがとうございます。すごいです。どんな日もどんな日もすごい見てくださりありがとうございます。確かにあと10分うわそうなの。そうかそうだね。あらこれ何ですかこれ。ないです。これはなんか固定できてちょっと私の指が結構したらこんばんはってそう私がすごい。固定へーそんな Twitter の一番上に固定ツイートみたいな。はい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 、はい、同じイメージの固定。すげえ。どうやってやるんですか。あれに戻んないって。そうなんだ設定ですか、うん、やろう私も、ね、そうあそういうことか。すごっ昨日やりますショールーム講座そういう感じ、はい、ありがとうございます。5分前に読むんですよね。うんあと5分あと5分ぐらい。皆さんぜひたくさんコメントしてください。してください。おすすめのキュウリの品種ありますか。キュウリって品種キュウリって品種はちょっとやっぱ私の家の庭で作ってるキュウリが一番美味しいんじゃないかなって。それは絶対に思われます。私そう思っております。愛情たっぷりだとね。そうですね愛情たっぷりで作っておりますので。え本当にですか。そう本当に家なんか今年はなんかすごいねハマってて家族がすごいすごいノリノリで庭で野菜を育てて。えキュウリはうんなるんですよね。そう苗を植えたらすげえ絶対美味しい。そんなの美味しい。キュウリマスターって書いてある。あんまなんかちょっと賢くなさそうすごいやっぱりね。意外といいなんか植えたら結構育ってくれるから結構やりやすい、育てやすい。ちょっと私もいつかキュウリ作ってみよう。ぜひぜひどっちが年上。年齢的には私が一つ上ですか。21ですか、ね、そう今年21 23です今年2個2個ですか。2001の早生まれだから。あじゃあ 2個差ですね。2でした。いや1個と思ってた、ね、1個かと思ってた。てっきりそうです。私が来年の1月で23だから。うんでも先輩です。ゆうりさんが人生のパイセンですHKT の先輩パイセンでございますそうそうコンサートで、ね、もうなんかやっぱ夏って言ってる分、うん、そう夏感なんかすごい夏ってすごい味わえると思います、うん、めちゃめちゃマジで夏ですよね、うん、めっちゃ夏。そうなんかあー危ない危ないめっちゃ夏だねって本当に、うん、夏です、うん、
もうこれ以上はもうこれ以上はやめてくださいやめてください、深掘りしないでください、はい、それは本当に夏です、うん、あんなことやこんなこと、うん、もうすごく夏を感じられる。そうです、君といる夏が好きってめっちゃ好き、なんかいい言葉、ね、めちゃめちゃいいよね、大好きなんだけど、いい、すごいいいですよ本当に。危なじじじふぅあれいけるこれ、わおわお皆さん想像豊かにね、ご想像豊かに、はい、あの想像してください、ね、で本番これか、ね、ってなるで見てください本当にもね、そう、葵さんの卒業コンサートのさ、唯一輝くね、うん、青く輝く、うん、めっちゃ、ね、ね、この名前も最高ですよ、素敵なね、本当に本当に素敵です、素敵だ、名前の由来って言ってましたよね、ね、そう、素敵な由来、素敵な由来、本当に、ね、いい名前ですよ、あ、25分になりましたですって、お、皆さんもう1位決めますよ、いいですか、いいんですね、あともう少しぐらい待つよいいの本当に、1位の方それでがサイン入り T シャツですよね、うん、サイン入りからななかちゃんのところで1位の人はななかちゃんのサイン入りで、私のところで1位の人は私のサイン入り、いいの本当に、もうそれで待って、読み上げちゃいますよ、読み上げちゃうよ悔いはない、行っちゃうよ行っちゃうよ煽るなってなんかこっちも緊張しますね。ま、ね、あじゃあもういいんだねって。じゃあね、そう、そろそろね。じゃあ先に読み上げてください。トップ5をね、じゃあこれが最終ランキングとなりますので、うん、トップ5から読ませていただきます。5位モンパパさん、ありがとうございます。4位イーさん、ありがとうございます。3位マックさん、ありがとうございます。2位タちゃん、ありがとうございます。1位タカさん、ありがとうございます、おめでとう、おめでとうございます、サイン書くね、サインサイン、私、あ、間違えた、5位ルンルンさん、4位ムフィットさん、3位イサオさん、2位ヨウちゃんさん、1位サシコのジモッティさん、おめでとうございます、サイン書くね、ありがとう、お楽しみに、お楽しみに、ありがとうございます、ショールームから1週間以内に、あ、じゃあこのショールームから1週間以内にね、うん、連絡が来ますので、ニックネームをね変えずに、変えちゃったらね分かんなくなっちゃうからね、ニックネームはそう、今1週間はとりあえず変えずに、はい、連絡来るまでは変えずにお願いいたします、お願いします、サインと、あとサインと、そう、皆さんの今のユーザーネーム入りの T シャツが届きます、はい、お楽しみに、世界に一つだけ、そうよ、世界に一つだけ、ありがとうございます、ありがとうございますん、意外とぎこちなくて、あ、なんかぎこちなくなくてだから、ぎこちなくなかったよってことだよね、よかった、よかったぎこちなくさっきいっぱい話しましたもんね、そうそうそう、下でね、でちょっと準備運動してきたんで、うん、全然全然全然、そうです、あとで写真撮るね、あ、スクショタイム、スクショしましょう、最後にスクショタイムして終わりますね、じゃあ一旦先に会おう、ななかちゃん、はい、バイバイ、バイ、これいいですか、あ、確かにはい、はい、じゃあこれ何ってなりますよね、ね、なるね、途中から来た方、ね、これはちょっとネタバレかな、ちょっと秘密です、あれれみたいな、ぜひコンサートでお待ちしておりますこれだったなと思ってください、そうです、次はあのねねさんといぶきさんの、うん、そうですね、21時半からもうすぐですね、それで私たちもそろそろ排出させていただきます、はい、失礼いたしました、ね、ありがとうございました、見に来てくださって、ありがとうございます、それでは田中伊織と最上菜々香でした。バイバイ。ありがとう。でも大体ね、時間がいいんじゃないかな。いい感じですよね。ね、準備もあるしね。はい、バイバイ。またね。またね。さよなら。バイバイ。バイバイ。